どうもこんにちは、エゴです。今回はカー用品のカークリーナー、サイクロン掃除機のご紹介をします。読み方がちょっとわからないんですけど、おそらくコルクスかコルクスかコルシー、多分そのあたりだと思います。間違ってたらごめんなさい。中身はまあいろいろ入ってます。ホースとかなんかカーペット用のやつとか、ヘッドがくるくる回るやつもありましたね。説明書も入ってます。英語と日本語軽く書いてあります。実際に吸ってみます。とりあえず砂をぶちまけたので吸ってみます。とりあえず細長いホース、結構吸引力はあります。小粒の石とかも取れますね。これがヘッドがくるくる回る、よくわかんないヘッドです。でもこれは結構大口なので、大きめのやつでも取れそうな感じです。結構カー用品の割には力あるんですよね。中身を取り出します。結構簡単なんです、取るのが。パコッと外してもらって、はい、完了。そんな感じです。次はちょっと長いホースをつけます。こんな感じ、ちょっと見づらいですね、ごめんなさい。こんな感じでちょっと長めですね。これつけてやった感じだと若干パワーが落ちますね。まあしょうがないかな。ぶっちゃけ半分に切っちゃってもいいかなっていうぐらいですね。このヘッドもついてますけど使ってません。これがなんかカーペット用なのかな、使ってないです。これがバッグです。すいません、ちょっと汚くて。それで10円玉が入ってたのでこれを吸ってみます。すごいですね、吸い付きました。もう一回、なんかブルブルしてるぐらい吸引力は結構あります。まとめてみると結構いい掃除機です。今まで結構いろんな掃除機買いましたけど、吸えない掃除機とか結構あったんで、これは当たりですね。やっぱりサイクロン掃除機っていいですね。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。